かつては、ロドーン業界で、世界シェア 80% を誇った、超大手の DJI から、ポータブル電源が発売されました。産業用ドローンや、アクションカメラ、教育用ロボットなどなど、手掛けてる世界で有名な会社ですね。軽いかも、コンパクトなのに、1024Wh あり、安全で安心超寿命のリン酸鉄リチウム4バッテリー製です。おや、コンパクトで意外と軽いですね。なんだか、良い形です。DJI というだけで、なんだか愛着があり、嬉しく感じます。説明書には、残念ながら日本語表記はありませんね。後でネットで探してみます。これは G コードなのかな？ DJI のアカウントにログインするみたいです。ドローンと同じ方法ですね。キャー、猫が出た。DJI のアカウント登録は簡単でした。先日出たばっかりの手のひらサイズのコントローラーレスのドローン、自分の部屋なら許可は不要でいいね。やはりドローンの充電とかに特化したそういう電源なのでしょうかね。じゃあこいつでしょう。マビック3バッテリー容量が多くて充電に時間がかかる。予備を買おうなら結構高いんですよ。急速充電できるかな。うわぁ、こいつを狭い部屋で飛ばすとめちゃ寒いぞ。そこら中のものが飛ぶ。危なっかしいな。でもぶつからないんですよね。全方向に障害物回避センサー付きです。なのでこんな部屋じゃ全く動かないです。で、急に充電を試してみます。電源の細かい説明をしているとつまらなくて飛ばしたり、チャンネルを変えられてしまいます。ですよね。知りたいことを早く知りたいと思います。思い遅いバッテリーの充電速度を見てみましょう。マビック3のです。 USB コードだけで早い。これは気持ちいいですね。もうドローンのお供に確定でしょ。この電源専用のドローン急速充電ケーブル見つけました。すぐさま買い、半日で届きましたよ。70W 超えた。早すぎる充電だわ。これでドローンバッテリー予備一つあれば永遠と無限に使えるんですね。そしてかっこいいケースもオプションでご用意あるんですよ。汚れやちょっとした雨、持ち運びにもとっても便利。ドローンは基本的お外で使うものですからね。このチャックの横のファンの開きが下側から上だったら雨とかにも強そうだったのにね。 DJI 様、マイナーチェンジで変えてくださいませ。上舞台、こうして挟むと、前側は開きっぱなしになり、使いやすいですよ。手のひらドローン、DJI ネオ、で撮ってます。何々、軽そうに運べてない？いや、ここ坂道で荒れ地なのですよ。このジジイが力ないだけ。
もちろん撮るのも DJI のカメラ、充電も DJI の電源で。では細かい説明をしてみましょう。 AC100V コンセントからの充電は 1200W と 600W ほどのアナログ切り替えです。まあ急ぎたい時以外は600が良いと思います。ファームアップを確認できます。手持ちの Windows パソコンからやりました。簡単でした。電源と AC ボタンを同時に長押し、 USB を挿しパソコンへつなげます。あとは説明に沿い押すだけ。細かい説明を省いた理由は、そんなに細かい装備がないんですよ。アプリで遠隔操作できないライトなんかはない。 AC 入り口はいくつあるの？2個だけある。 USB はいくつ？4個ある。そうです、余計なものはないのです。コンセントなんか数欲しい時だけ多根使えばいいし、ライトなんてトーチを別に持ったらいいし、不要な装備などを極力外したシンプルベスト。そうです、1年保証付きなどで1年1ヶ月で壊れてしまったポータブル電源って私何台も経験してるのですが、 DJI 電源こちらなんと5年保証あるんですよ。安心でしょう、安いでしょう、一流メーカーですよ。 DJI のソーラーパネル接続してみましょう。専用アダプターが必要です。何台も取り付けできそうですね。 PV 入力は SDG 入力ということで最大 400W みたいです。これは 200W のタイプです。コンパクトでかっこいいですね。軽いです。このソーラーパネルの MC4 コネクタ、ワンタッチで外せるの感動しましたよ。この電源のモニター、スマートコントローラーの画面みたいに直射日光が当たってても綺麗に見えてるんですよ。感動ですよね。一般の電源のモニターは日中は外ではまず見えづらくて困ってます。多くのドローンなど同時に充電していても、ソーラーで発電しながら充電してるとさほど減らない。そしてほっとけば増えていく。いいね。この通りちょっと曇りがちで 200W のソーラーで 170W とか出ちゃうなら、最高の時は 200W を超えちゃうんじゃないかな。ちょびっと他社製の同容量のものと価格を比較してみましょう。有名エコフロー高ア課題宣伝じゃ、いい高いね。
なんじゃ、値段が最強じゃん。バカ高いな、容量と作りがちょっと違うかな。キャンピングカーの車内で電気コンロで海鮮焼き BBQ やってみましょう。すごい踊ってね。マジやばすごい、うん、そっくりじゃない。乾杯。このコンロは消費電力が1000ワットもありますね。1024ワットアワーの電源なので、ずっと1000ワット使いパシリならば1時間ってことですね。すごいやばい。でもスローモーションの踊り、スローモーションの踊り、うん、中森明菜、聖子ちゃんは、うん、踊ってるね、うん、どうしても少しだけ飲んでも食べても膨れちゃうって。したちゃん、説明書には、0% 使い切るまで、2200ワットの電力を安定して出し切れるということです。コンパクトでシンプル、いいですね。あとは、販売ページの説明を読みます。お時間ある方は、どうぞ確認してってくださいませ。Shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap. 生活から災害時まで 99% 以上の家電を充電、最大 2000W の出力を誇る DJI Power 1000は、キャンプ時の炊飯器や電気グリルから DIY 作業の電動ドリルまで多用。災害時のバックアップ電源としても最適で、家庭の電化製品が使えない時でも安心して生活を続けられます。また、ニーズに応じて、ソーラーパネルの組み合わせ数を自由に選択できます。次世代高速充電技術、わずか70分でフル充電、DJI Power 1000は家庭用コンセントに接続するだけで、たった70分で完全充電可能。忙しいビジネスマンや突然のお出かけが多い家庭でも、充電待ちにストレスを感じずに次のステップに進めます。 DJI ドローン急速充電、すぐに飛べる別売の充電ケーブルを使えば、 Mavic 3やや3などの DJI ドローンのバッテリーも急速充電可能。 Power 1000の急速充電時間は約30分で、一般充電の2倍程度のパフォーマンスを得られます。これにより、美しい色の景観を逃すことなく、いつでも、素早く、飛行と撮影ができます。リン酸鉄リチウムイオン電池で安心、長寿命。電気自動車にも採用される LFP バッテリーを搭載。サイクル寿命4000回、約10年間使用可能で、家電流や家電圧から機器を守ります。さらに、日本の電源防災安全認証も取得しており、製品の信頼性と安全性が一層保証されています。これにより、地震や停電発生時においても安心して使用できます。幅広いデバイスに、対応、
USB-C ポートで簡単充電、2つの USB-C 出力ポート、最大 140W を備え、スマートフォンや16インチの MacBook Pro、折りたたみ式自転車のバッテリーなど、幅広い機器を充電。自宅はもちろん、通勤途中や旅行先でも迅速に充電できます。しかも、UPS モードが搭載され、停電後12から20ミリ秒以内に迅速に接続されたデバイスに電力を供給するため、データの損失などの問題を心配する必要はありません。ソーラー充電対応、環境に優しい充電方法、ソーラーパネルを使用して、わずか 1.35 時間で完全充電。災害時やキャンプ場でも、再生可能エネルギーで安定した電力を確保。非常時には、避難所での電源確保にも役立つ持続可能な電力供給が可能です。超静音動作、自宅でも、外でも静かな心地、ノイズレベル 2-3dB の超静音設計により、充電中でも、家族や近隣に影響を与えません。深夜の、駐車場や静かなキャンプ場でも、気兼ねなく電力を供給できます。安心の長期保証、5年まで対応、標準で、3年間の保証に加え、登録を完了すると2年間延長され、合計5年間の保証がつきます。長期的に使用できる安心感があり、製品寿命を最大限に活用できます。ソーラーパネルと一緒に使用する場合、DJI パワーソーラーパネルアダプターモジュール MPPT のご利用は必要となります。DJI パワー線と DJI パワー AC 電源ケーブルを同梱。延長すれば、5年保証も利用可能です。登録が必要。アドバイス。物流関連の規則により、ポータブル電源を配送するときは、製品のオリジナルのパッケージに梱包してください。製品の返金可能期間中は、オリジナルのパッケージを捨てずに取っておくことをお勧めします。